ね。だからただのお寺が、うん、ただ原爆もそうだし、この模擬原爆もそうですけど、そういう概念実験で、うん、普通の人たちが被害に遭って殺されてると、うん、いやね、まあ今日はね、いつもあのお掃除散歩するんですけど、今日は史跡散歩っていうかね、言うたらなぜここに今日は五条君来た、中条君の来たかっていうのがちょっと模擬原爆をみんなに知ってほしいなと、うん、原爆がどうのこうのって左翼の人言うてるけど、正義のために落としたっていうバカもいけるわけじゃないですか。正義のために49回練習したっていう事実は知らないわけでしょ、ええ、でもその練習にある程度戦争だからルールがあるはずなの、民家に落とすって何事だろう。でもよう引き受けてくれはったよね、音楽寺さんね、うんうん、だからあれも日もさっき見た通りね、2000何年作り変えてるんだよね。そうですね、はい、うん、いやちょっと今年間に合うけど、来年なんとかスケジュール調整して、ちょっとうちの7月26日来てくれたら、はい、ここで慰霊祭やってます、うんうん、だから今日はそのパットマン型と、うん、銅型のをね、ここに落としたっていうことで、どうしてももうここに来て、ここに来たかったわけでもないねんけどね、紹介するにやったら今日やろうと、うん、いうことですね。で、まあ全国各地だけじゃなくて、まじ、ね、練りがとはいえ皇居に落とそうとするバカもいた。軍の方で皇居にだけは手をつけるなんて厳命されているはずなのに狙うバカ。感謝せい言われて日本人がね同じこと言ってるバカがいると、アホタレと、うん、何十万人、うん、ね、アメリカの都合でジェノサイドやからね、大量虐殺やから。でも僕個人ではホロコーストをやったのは、うん、ナチスドイツと米国やアメリカと、うん、で今チベットウイグルでやって中国のこの3カ国しかないって考えられる。実際ナチスドイツがやったんかどうか言ってもあれも怪しいとこあるんやけどな。だけども堂々とヘルメットにネズミ駆除業者とか、うん、外縁駆除業者とか、だからそんなんは書くでしょ、外戦車に極左殲滅隊とかで書いてんねんから。だからそんなの、いやでも戦って殺した相手の兵士の、うん、頭蓋骨を自分の娘に送って、その娘が、わあ、パパありがとうって受け取ってるのを写真撮って。それ米国やないか、うん。あんな品性ないでしょ。ないですね。だから、言うても75年経った今でも、当時の寄せ書きの日の丸とか出てくる。ねえ。だから戦利品として持ち帰ってんやろうなと。やっぱ当時もこういうふうに撃たるような暑さの中、そう、とも一つだでしょうね。落としたんやろうね。だから今大阪にいる人で、まあ、8月9日長崎の原爆の日、まあ遠いしみたいな感覚の人いたら、いや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 と、めっちゃ共通点があるの。だからね、今日その長崎に落とされた、今日できたらその模擬原爆って言って、その落とされる前の練習をされた町をちょっとお伝えしたいなと思って、今日はここに中条君に来てるわけですけど、広島長崎に縁もゆかりもないって人もこういうの調べていたら縁もゆかりもあったと。でアメリカのことだから、まあ、天気が悪かったとか、うん、ちょっと飛行機がね故障とかでっていう風になったら、その模擬原爆がひょっとしたら実物がここに落ちていたかもしれないとい う, そう、だってもともと当てもみたいなもんでね、誰が当たるか分からへんかったわけや。長崎だってもともと違ってましたもん、小倉でしたからね。
天気が悪かったから長崎。だから大阪やったら多分あの大阪城のとこね、十五条のとこ、はい、多分あそこであのやられてたかなと思う。なんでね、あのちょっと皆様に、まあ、多分知らない人がいっぱい、僕も知らなかったんで教えてもらうまでは、うん、なんで一回ですね見て、自分で調べてもらって、ちょっと自分の近くだとか、うん、ひょっとしたらその親戚がいるとか、じいちゃんばあちゃんの実家の方だとかに、ひょっとしたらそんなのがあったかもしれないんでね、やっぱり今時期その戦争というのは遠い昔のね、なんかあの教科書上の出来事だじゃなくて、やっぱり今もこうやって異例とかで続いてっていうので、うん、こういう記憶をやっぱり、だから忘れなあかんかもしれんけど、忘れたらあかんことっていうのは歴然としてあるからね、はい、うん、その意味では今日はね、8月9日っていう日に至っては来なければならない、うん、絶対、うん、ここに来なければならないっていう義務感というか、そういうふうな、うん、今日は仮動かされた、うん、突き動かされたんだ。だけでもいいから、やっぱりその思い出してもらって、うん、でここで犠牲になった方と、でひょっとしたら同じものが落ちたかもしれないということで、原爆で亡くなった方には、ね、手を合わせてお祈りしてほしいのに、あと、まあ、8月っていうのはやっぱ仏月じゃないですか、はい、仏様がね、あの変えていらっしゃる日やから、それに関して自分たちもね、あのちょっと心寄り添うぐらいでもいいんじゃないかと、分かり間違ってもグラサンかけてヘルメットかぶってね、あの天皇制反対とかで叫ぶバカがね、広島長崎で出てくるようなことだけは皆さんやんないでほしいなと。いや僕ね、別にそれはねまた構へんのよ、大院でしてる、はい、大院、はい、あのジベタに転がって、ね、日本なんかどうもいないけど、はい、死んだふりして、あ戦争怖いですね、寝転がって死んだふりして怖いですねって言うてるような、あんな愚行ないでしょ、まあ、今世界中大院でどこもなくなってるんですけどね、いまだにやってるの日本だけですよ、ああ怖いですねって寝転がってるだけでしょ、ホームレスより生産性がない、あの大院やってるやつが死ぬほど嫌いっていうか死んでほしい、ほんまにお前らこそ死ねって言いたいの。僕はもう原爆ですとか終戦記念日って、うん、もう手を合わせて亡くなった方に、うん、ね、あの安らかにお眠りくださいって日に、うん、わけわかんないデモとか、デモとか別に構えへんねんけどな、アホか思うと思うけど、その日ぐらいは手を合わせて静かに祈っとけボケ。さあ11時2分です、はい、では私たちちょっと今から僕で、はい、僕としてね、でここのね動画終了したいと思います。長崎の積み出し、ここの民、そして原爆投下の阻害により亡くなられた僕の御霊に対し、皆様に伝えたかったその模擬原爆っていうやつをあの一緒にちょっとでも共有できたら、普通ね資料館とかで爆弾の見本とかあるんでしょうけど、それぐらい普通の爆弾だったっていうことですね、隠された、うん、隠された本当に
その歴史、うん、その1ページをちょっと皆さんと見ていただいたかなと。で皆さん方も一応調べてほしい。もう反米とか何がどうとかじゃなくて、こういうことがあったんだと、うん、ちょっとお前らもお前らであなた方も調べて、ちょっと自分たちだったかもしれないと。中条君が言うように、いつ誰がなったかわからなかったのがこの原爆っていう被害ですからね。それも今日思いながら思いを馳せて一日終わりたいと思います。どうもありがとうございます。ありがとうございました。どうもです。どうもです。どうもです。